はい、皆さんどうもご苦労さんでございます。今の、司会者からお話がありましたように、神楽は3つの舞を持って、祈祷しております。今お話にあったように、まず神に下ろすということで、この座に神様を迎えるという祈祷でございます。そして、次はね、神おろし、次が下舞です。で、下舞はここに迎えた神様に、感謝の気持ちを表すということで、これは舞手が一人で祈祷するという儀式でございます。そして権現舞は頭とその後ろを持って、舞うと、二人で舞うという流れになります。そして供え物としてお酒、塩、米、水と、こういうお供えがありまして、最初は音源でやる前に塩を持って、まず、焼くと言いますか、清めるというものがあります。そして次には、国の豊穣を記念して、米を祈祷しますと。そして次には家防祭と言いますか、火伏せ、火災防止のための水ということで、新築の場合なんかは飲み水にこう水をかけるというふうな意識でございます。そういう準備で、行いますので、しばらくの間よろしくお願いいたします。はい、それでは山口長津山口からでございます。よろしくお願いいたします。
ご披露申し上げましたのは、長津山口神楽でございました。